二ユーロ記念硬貨は2004年以降にユーロ圏の国によってすべてのユーロ圏で使用できる法定通貨として発行された記念硬貨である。主に歴史的な記念日を祝うためや現在の特別重要な行事に注目を集めるために作られる。2008年2月までに発行されている二ユーロ記念硬貨は2004年に6種類。 2005年に8種類、2006年に7種類、2007年に共通発行の13種類を含めて20種類、2008年に2種類の合計43種類である。さらに2008年中に少なくとも11種類の発行が予定されており、2009年には1種類が予定されている。二ユーロ記念硬貨とは別に公式に収集用の硬貨とされる高価な金属で作られた。 記念硬貨もある。記念硬貨の基礎は2004年1月1日にユーロ硬貨の表側の変更の禁止が欧州理事会において撤回されたことが始まりである。しかし記念硬貨の発行には多くの制約が存在する。デザインについては二つの制約がある。一点目は硬貨の裏側を変更してはいけないことである。各国独自でデザインしている表側だけ変更が。 許される。もう一つは、各国の記念硬貨でない、標準のデザインは早くても2008年までは、硬貨に描かれている主張が変わらない限り変更してはいけないことである。硬貨のデザイン変更の禁止期間は2008年に延長するかどうか見直しが行われる。その他の規約として、記念硬貨の発行量に関する制限がある。 各国で1年に発行できる記念効果は1種類だけ、さらに2ユーロの効果でなくてはならない。記念効果を発行する量は、年間流通量に対して以下の2つの条件を超えてはいけない。効果のデザインに関して、後から2つのガイドラインが加えられた。記念効果を発行する国は、表側に正式名、または略称を表示することで明確に識別できるように、 しなければならない。また、共通デザインの裏側に、すでに記述されている名前や通貨単位は、表側で繰り返さないようにする必要がある。追加された内容は遡って、適用はされず、新しいデザインにのみ適用される。つまり、新たに、ユーロ圏に加わった国の通常の効果と2006年、以後に発行される2ユーロ記念効果が対象である。しかし、 5つの国の硬貨デザインはこのルールに従っていないため近い将来変更しなければならない。フィンランドは2007年に、ベルギーは2008年に、すでに実施している。二ユーロ記念硬貨を発行した国二ユーロ記念硬貨を発行していない国非ユーロ圏2008年1月時点で、ギリシャをはじめとして12の国が二ユーロ記念硬貨を発行している。 ユーロ圏の6つの国では発行していない。キプロス、フランス、マルタ、スロベニアは2008年に発行を予定している。ただし、この4カ国も2007年にすべてのユーロ圏の国で発行されたローマ条約の2ユーロ記念効果を発行している。効果の市場で取引される価格は額面価格よりも高く、一般的に3ユーロから12ユーロである。 サンマリノとバチカンが発行した効果は例外的な存在である。前者は30ユーロから40ユーロで取引され、後者は100ユーロ以下で手に入れることはほとんどない。発行されたデザインは EU 公式ジャーナルに公表される。注釈、文章学において、向きを表現する際は見るものからの方向ではなく、文章を身につけたものからの方向を用いる。それゆえに、 以下の説明では、見る者にとっての右を左、見る者にとっての左を右と表現する。ローマ条約調印50周年記念効果ドイツは2006年から2021年まで記念効果のシリーズ第16バンズランダーでア、ブンディスレブーブブレイクドイッチュランドを開始した。各州が発行する順序は連邦参議院で決定された。上記の硬貨に加え、 以下の13種類の効果が発行される予定である。デザインは確定したものではなく変更される場合がある。デザインとして予定されていたが変更されたものこのシリーズはアメリカで行われた構成する週ごとの効果を1999年から2008年にかけて1年に5種類ずつ合計50種類を発行する50週25セント効果と似ている。アメリカでは2009年に ワシントン DC と5つの海外領土の6種類の効果を発行する予定である。欧州中央銀行、2ユーロコメモレーティブコインズ、2006年7月19日閲覧。欧州委員会、ザユーロウロ、アワーカレンシー、コメモレーティブコインズ、2006年7月19日閲覧。ザユーロインフォメーションウェブサイト、2007年4月7日閲覧。ありがとうございます。